はい、お待たせいたしました。これより定例記者会見を始めさせていただきます。市長、挨拶をお願いいたします。田村さん、明けましておめでとうございます。お健やかに新年をお迎えのことをお喜びを申し上げたいと思います。今日は新年の初めての記者会見ということでございました。私の方から市長に就任して 7回目ですね、新年を迎えたと、2期目の折り返しを3年目ということでございますので、それにつきましてもお話を申し上げたいというふうに思っています。2期目の就任の際にですね、重点的に取り組む施策といたしまして7つの項目を挙げて全力で取り組んでまいりました。今日はこの主な取り組みや今後の思いをお話を申し上げたいというふうに思います。日本の本日の異常気象、そしてまた少子超高齢化、また人口減少の中、日本は平成からですね、令和の後に新しい時代に入ったわけでございます。時代の大きな節目を迎えた昨年につきましては、幸せ実感都市長野の実現に向けまして、人口増や少子高齢化への対策など、重要な行政課題に対しまして、あらかじめ備え対策を示す、この施す予防事業に予算の重点配分をいたしまして、取り組んでまいったところでございます。私は市長就任以来、障害世代の負担軽減という視点を常に持ちまして、課題を先送りせず、社会の縮小に向けた道筋を作るとともに、長野市の都市としての存在感を高めることが私の使命だと考えております。そんなことで支援を応援してまいったわけでございます。そして今の市民だけでなくて、ね、将来の市民のためを考えて、今やることを今やる。にも変えなければ未来を変えないと、変えられないという思いで、長期的な支援に立って取り組んできたわけでございます。そういう意味におきましては、昨年の台風19号災害から復興も であり、今を生きる私たちが後世の人たちですね、あの時ああしてもらったから、今こうしておられる、安心して生活ができる、このようなふうに思ってもらえるような町づくりですね、していきたいという思いを強くして、こう進めることが大切だというふうに考えております。また人口減少社会におきまして、生き生きと輝く町であるためには、そこに住む人たちが元気なければならないと考えておりまして、今まで取り組み着実成果を生きました健康寿命の延伸や女性高齢化社会、高齢社会の活躍社会の実現にのために途切れることなく進めてまいりたいと考えております。さて、重点的に取り組んでおります7つの項目の取り組み成果について申し上げたいと思います。はじめに安定した雇用の確保につきましては、カンパクト長野を合言葉に、長野に戻りたいと考えている人たちがふるさとへの戻ってこれるよう、企業の皆様と連携をいたしまして、長野仕事博やお仕事長野との取り組みによりまして職とのマッチングを進めてまいりました。さらに新職員の採用につきましては、県外在住の社会人採用枠のことも考えながら採用を実施してきたところでございます。農業につきましては、農業研修センターを設置をいたしまして、多様な人材を担い手といたしまして、育成するとともに、平成30年度に親元就農者支援事業を創設をいたしまして、農業経験を引き継ぎやすい環境を確保したところでございます。また、労働力人口をどのように確保していくかという中長期にあたる課題への対応も必要と考えました。長野におきまして、Uターン促進キャンペーンを開催したほか、高校生向けのイベント、未来ビュー長野に市内企業の体験ブースを出展するなどの取り組みでありまして、本市で暮らすことの興味を持ち、将来的に Uターンのためのきっかけ作りを行うなど、将来を見越した事業展開も図ってまいりました。これらの取り組みを通じまして、子どもの頃からふるさと長野を大切に思う気持ちを強めようと考えまして、祭りや伝統芸能の振興を図るとともに、本年は教育委員会を中心にいたしました、
今まで以上にふるさとを大切に思う意識の醸成を図ってまいりました。大体と考えております。今日女性の就労率が7割を超えまた女性が活躍しやすい社会の実現はまさに持続可能な地域社会の形成は不可欠となっているところであります。そのために積極的な子育て支援とともに女性が働きやすい環境づくりが大切であります。町内ではランチミーティングや女性交流研修などを通じまして性別に変わりなく働きやすい職場となるよう支援をしてもらっているところでございます。今後とも市民対象の働く女性行動の実施など啓発活動を継続するとともに働く女性の負担感の軽減について商工会議所や経済協会などと意見交換を行いまして具体的な取り組みを検討するなど今まで以上に女性が活躍できる環境を整えてまいりたいと考えております。次に子育て支援教育環境の整備につきましては子育てコンシェルジュで保育コーディネーター事業を始めていたしました。長野若く物育て応援ブックの作成また長野子育てフェスティバルの開催など子育てしやすい子育てしてよかったと感じていただける環境整備に取り組んでまいりました。引き続き待機児童の解消はもちろんのこと何よりも長野市は子育てしやすい町というイメージが定着するよう女性が活躍しやすい環境にと地域ぐるみで子育て支援を、する体制を根付かせてまいりたいと思っております。小中学校の教育環境の改善といたしまして冷房施設の整備やトイレの環境の改善に取り組むとともに新たに水泳事業を取り入れました。また子どもたちの安全を確保するために取り組んでまいりました学校施設の耐震化は現在残り1個の工事を着手しておりまして令和2年度末の竣工を決めました耐震化率を 100% を達成するという部分であります。次に医療介護の技術充実であります。市民の健康の保持増進とともに一緒に考える必要があると思います。なお、水野宣言応援店は100店舗を行いました。胃がん内視鏡検診や乳幼児検診で歯磨きティッシュ導入など大人から子どもまで市民一人一人が自分の健康を大切にすることを意識していただく事業を取り入れてまいりたいと考えております。市民が健康であることは価値である町の源であり、すべての施策を実施する上で土台となるものであります。トップレベルといえます平均寿命のみならず、健康寿命におきましてもトップを目指しました。児童喫煙や糖尿病の重症化予防など、生活習慣病対策にも取り組んでまいりたいと考えております。また、いわゆるフレイル予防につきましては、100歳まで元気をキャッチフレーズといたしまして、市民の啓発活動を図りながら、地域の実情に応じた活動を無局横断的に進めてまいりたいと思います。中でもフレイル予防につながる事業といたしました。昨年実施いたしました男子内勤技術館では、200人を超える皆様が踊り終えて、本当に笑顔になって帰られた姿は、非常に印象的でございました。事前のダンス講座と合わせまして、フレイル予防の大きな成果、感じておるところでございます。また就労支援セミナーにおきましては8割を超える参加者から満足ができたというような回答をいただいております。何歳になっても元気で活躍していただくことを目指しまして75歳以上を高齢者と呼ぼうと一昨年提言をしたところでございます。今年は高齢者さまざまな就労の機会を作るための施策を協議する組織を立ち上げシルバー人材センターや商工団体などの関係団体との共同で包括的な支援体制を作ってまいりたいと思っております。次に社会的援助を必要とする方の自立支援でございますけれども生活保護世帯や生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援や就学援助制度による学用品等の支給の前倒しなどを実施をしたところでございます。保護者の自衛隊機関をより軽減するために令和2年度入学予定者分から
新入学、児童生徒、学用品担当を増額するとともに、引き続き貧困世代、次世代への連鎖させないための教育に力を入れてまいりたいと考えております。また近年痛ましい事件が発生しております児童虐待につきましては、引き続き名和市養蜂を児童対策協議会を構成する29の機関や地域と連携をいたしまして、未然防止、早期発見、また早期対応に取り組んでまいりたいと考えております。次に災害に備えた体制の構築につきましては、近年の気候変動を、いつどこでどんな災害が発生してもおかしくないと考えました。災害に強い都市基盤整備を図るために、土木事務所の設置、地域防災マネージャーの採用、地域防災体制やの充実や災害用備蓄品の計画的な配備など、自主防災組織の強化などを進めてきたところであります。今回の災害では、誠に残念でありますけれども、大の条件付けを発揮したわけでございます。今後、どんな災害が起きてもですね、災害、死ゼロと、死者ゼロという強い信念のもとに、昨年作成いたしました洪水ハザードマップの活用や、避難情報の伝達方法の検討などを含めまして、市民にどう避難していただくか、ソフトの面で強化していくとともに、災害時における自助・共助について、新たな市民と一緒に考えてまいりたいと思います。新たな面におきましても、筑後川の決壊した堤防につきましては、国土交通省と協議しながら対応いたしました。浅川については、県に要望をいたしました。堤防や遊水地を作ることで、できる限り減災していく対策を早急にお願いしていくなど、しっかりと対応していきたいと思います。また今回のような大規模な災害にあった際、地域社会をどう守っていくかが大きな課題というのであります。避難所に一緒に過ごしたことで、住民の間に団結が生まれたケースもございました。こうした根をうまく育てて、新たな地域コミュニティを構築できるとも考えております。高齢化が進み、誰しもがですね、誰かに頼らなければ生きていけないという時代に、人と人とのつながりを大事にした地域コミュニティを育て、維持ができれば、次の時代の明かりが見えてくるものと考えております。この他、被災地支援に来られた親御さんの皆様、との今後の継続的なつながりを作ることも、行為に対する大切な視点として、今後の施策に反映してまいりたいと思っています。最後に、公共交通の整備、渋滞対策でありますけれども、持続可能な公共交通とするためには、市民の皆さんに乗って残すという意識を持っていただくことであります。また、実際に日常生活の中で使っていただくことが大事であります。中山間地におきましては、公共交通機関の利用分散が本当に著しい中におきまして、移動需要をもとに、乗り合いタクシーの運行内容を再編したほか、市営バスとスクールバスの統合など、公共交通の存続に向けまして、地域の事情に合わせた取り組みを進めてまいります。また、バス業者の利便性向上を目的といたしました、バスロケーションシステムの導入や IC カード、プールの利用エリアを拡大、中心市街地を巡回するグリーン号のルートの利用しなどを実施したところであります。渋滞対策につきましては、災害対応のため一時中止となったわけでありますけれども、なおスマート通勤応援事業の実施や、丹波島橋渋滞解消に関する研究会、などでの取り組みなど、引き続きハード両面の対策を図ってまいりたいと思います。併せて道路網の整備につきましては、国道18号、なお東バイパスの初動部の令和2年度末での開通が国土交通省から発表されたところであります。引き続き令和3年度の3年の御開帳の開催を目指す目標といたしました。県道宝若月さんの主な主要道路の早期開通に関係機関に強く働きかけていきたいと思います。今年は災害復興が最優先ということはもちろんございますが、
被災地の皆さんにはもとより、全市の大きな災害をですね、乗り越え、発展していくためには、町の活性化、特に市の側であります中心市街地の活性化を重点的に取り組んでいく必要があると考えております。全国土木産業では、センタルスクエアや都市計画道路、県庁緑町線の整備が進み、本年春の完成を予定しております。また、糸魚川道の直線の撤退につきましては、所有者の考えも確認した上で、商店街の集客や周辺住民の日常生活に支障が出ないよう、市としてできる限りのことは応援して協力していきたいと考えております。将来へ負担を積極しない公共施設のあり方につきましては、老朽化に伴う修繕や更新という課題があるわけでございますが、市民の皆様とのご理解をいただきながら、大胆な発想と継続的なマネジメントによる公共施設の総量支援を進めるようになりません。来年度には建築物の個別施設計画を策定をいたしました。目標の延べ床面積 20% 縮減に取り組んでまいります。この他、空き家対策をはじめ、移住定住の促進、地米振興などを含む中山間地域の地域対策の振興対策、インバウンド需要に対応した観光施策など、今まで積み重ねてきました施策につきましても、引き続きスピード感を持って対応を期待していきたいと思います。しかしながら、これらの社会につきましては、これからの社会においては、災害の復旧復興を含め、一つの自治体でできることは限られているところでございます。既存地域を見渡しました。各々の場所の特徴や役割を確認しながら、地域全体の魅力を高め、県域全体として移動する施策が大事だというふうに考えております。近隣の市町村も本市と同時に、災害からの復旧復興、人口減少に伴うさまざまな課題に立ち向かっているところでございました。長野市は県域のリーダーといたしまして、県域全体のレベルアップのためにも、先頭に立って県域になりたいと考えております。また、今年は東京オリンピック・パラリンピックが行われ、来年には全国御開帳が開催されるわけでございます。オリンピック・パラリンピックを開催した都市といたしまして、そのレガシーを後世につなぐとともに、この期間を長野市の魅力を発信をいたしまして、地域を盛り上げていく好機と捉えまして、来年に負けず、必ずここから立ち上がることを目標に、復興を支える経済活動を活性化し、活力と見合いを取り戻されよう、民間ファンドを含めた観光業の復興など、交わりの再生に全力を取り組んでまいりたいと思います。その一助となりますよう、高度専門性とネットワークを持つ戦略マネージャーと他の地域経済成長牽引プロジェクトチームが一体となりまして、市民や企業等のへの関心を高めながら、本年度中に先端技術の活用や経済基盤の強化策などを盛り込んだ長期戦略を策定の上、当日に向けた新たな施策の立案、推進等にも取り組んでまいります。まさに未曾有の災害に直面をいたしました。人と人のとのつながりの尊さをに勇気づけられ、また被災地の思いを忘れずに持ち続け、被災者の気持ちに寄り添いながら、不安ながらで心を一つにいたしまして、全力で尽くしてまいりたいと考えています。今後ともご支援賜りますようお願いを申し上げますとともに、市長の皆様には本年を復興元年といたしまして、災害に立ち向かう元気な町、長野を披露していただきますよう、よろしくお願いしております。そしたら、以上でございます。はい、ありがとうございました。